ハゲてしまったんすね。マジっすか。あー気持ちいい。特別なシャンプーを使ってます。わお、起きた方が無理よこれ。いやめっちゃ分かりますよこれ。すごい。ロリコンちゃん、松本です。どうしよう。はい、二階堂です。セイラです。岡田です。二階堂さん、岡田ですって来ました。誰岡田って。嘘を言うんじゃないよ。いや嘘じゃない。嘘を言うんじゃないよ。僕が、はい、頭がもうハゲてしまってもう、うん、うん、ごまかしごまかしでもうここまで来てるんで、はい、僕も普通にしてたらそんなに薄いって感じなかったけど、はい、洗面台とかの真上に電気があるようなところに行くと、はい、あれ薄っていう感覚になったことはあったんですよ。いやでも自分はあれやもん、反り込みがしすぎと。いや反り込みじゃねえし、反り込みじゃないからねこれ。自然、自然上がり近い近い。ちなみに今回あんたの番じゃないからね。そう、僕じゃないから。そう、なんかこう分けた時とかにもうほら分け目がつけすぎてハゲしもったんですよ。あ、本当だ。分かります？わかめ、わかめの部分。わかめっちゃ。わかめの部分が薄い。ね。これ映像じゃ伝わらんかな。ちょっと伝わらない、ね。ハゲしもった。どう思います、セイラさん。ちょっと見た、まあそうです。なんとも、じゃあ今はなんともその方がいい気がするんですけど。そうか、そうか、たちまちはハゲとうですねとは言えない。なんとかしてもらいます、はい、で今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってみよう、行ってみよう。松尾田道行き。生え際ですね、毛が結構ハゲてしまったんですね。まあ成長期かもしれないです。ちょっと別パターンもしましょうか。おいちょこりもう嬉しそうにすんなもん。ちょっと細い毛ありますよね、微妙に。そうなんですよね、毛昔から細いんですよね。この辺がもう激しいもとですね。毛穴見ていきましょうか。おお、ちょっとびっしり洗えてない、ね、詰まってますね。ハゲ詰まりですね、これは。お前さ、そういう新しい言葉作るのお前すごいね。ハゲ詰まりってやばいね。結構詰まりありますね、うんうんうん、あ、これやばいですね。そうですね、ハゲ詰まってますね。これはヒットしたからちょっとこれやばいですね。1回じゃ取りきれないかもしれないです、ね、あ、そんなにですか。多分まあ表に出てる部分とやっぱ奥にある部分とかあったりするので、顔周り皮脂の分泌がすごい活発になってますね今。あ、今その時の食事とか体調とかで皮脂分泌も変わってくるので。なるほど。多分ここ最近っていう感じだと思います。やっぱそうですよね、もう最近、ね、はい、生活習慣が結構影響してくるので。なるほど、心当たりは山ほどありますね。山ほどありますね。人間ドックで引っかかってますからね、中性脂肪とかコレステロール。なるほど、そうなんですよ。強敵ですなこれは。詰まりが多いとハゲの原因になってるんですか。まあ絶対的に言えるわけではないんですけれども、はい、でもやっぱりそのこういう毛穴の皮脂が詰まることによって毛髪が入ってくる時の邪魔になってしまったりとかあるので、うん、あとやっぱ皮脂分泌多いすぎるっていうのも、その体の先ほど言った内臓の脂肪関係とか、はい、要はデトックス関係なんですね、うん、一番関係が知るのは、はい、その辺のやっぱりちょっとバランスが崩れてる可能性はありますね。薬飲んでますしね。あ、そうなんですね。病気から処方されて腎臓の薬と。結構あれですね、なんか。そう、体ボロボロなんですよ。松尾田道中。わかりました。じゃあスペシャル発毛コースでお願いします。よろしくお願いします。おお、美味しそう。これを頭皮と髪全体に塗っていきます。美味しそうか。植物とかハーブとかですね、頭皮の炎症を抑えたりとか、どんな匂いですか。そのデトックスを促していい香り、いい香り。ハーブ、あのね、甘いお茶にも似た感じの香りが。あ、そうね、あ、そうかもしれないですね、うん、へー、あー、いいですね。さすがバーバーセイラ。髪にはあのキューティクルのコーティング作用もあるので、張り腰感とか、あの、そういったボリュームアップ系にも効果がありますんで、うん、はい、まあ、スパサロンではあんまりないかもしれないですね、こういうのは。うん、おお、終わったげー、美容サロンですか。え、すげえ。最新式で、これで髪の毛も乾かせるんですよ。マジっすか。もともとはドライヤーで買ったんですよ、これ。あ、へえ。大型ドライヤーなんです。風を当てないドライヤー。そうです、風が出る。え、出てるんすか。今は多分ちょっと入れていい、全然入れてもらって。あ、ほんとだ、温度入ってる。これが普通のドライモードになったらもっと風がぶわって出ます。へえ。え、マジすげえ。そうですね。
いや僕もさ、昔パーマ当てよった頃にこうパーマ当てよった頃があったいや、ロゴでさ、こう巻いて僕7歳までパーマかけてたんで、パーマ7歳までパーマ早い、早くないですかパーマお前、だからそんな上がってきたよそれは完全にそうですね前髪だけ当ててたんですよ。聞けば聞くほど金持ちですねそう思ったらそうやねそうですね、金持ちの方やね。直毛だったんですか？僕直毛です、もともと。それが嫌だったんですか？いや、親の方針で、親が親の方針で、普通バーマーしないんですけどね親の方針でも親の方針でパーマかけるってどんな家庭やね。とにかく他の子が痩せんような、もう母親はもうおしゃれに厳しかったんでね、奇抜な感じが。そうそうそう、母親がおしゃれにさ厳しかった割にはなんかこう迷彩ばっかり着たりとかさいやそれはその反応ですね。それは親父の趣味です。親父側の趣味です。多分気質細くなってきてるんじゃないかなという感じはします。その当時、はい、多分5年10年前と比べたらですね、はい、おーすっげー冷たいですねこれすいませんちょっとこれいや全然大丈夫です。だいぶ冷たくなってました。いや気持ちいいんですよ。夏になってくるのでだいたい冬は温めるんですけど、はい、最近は結構もう暑くなってきたので。いやこれ気持ちいいこれ、はい、うわこれ天然で普通にひんやりするんですよ。匂いもいいですね。へえ、はい、汚れを揉み出していきますね。あー気持ちいい。ブラシで汚れを揉み出すのは多分当サロンだけだと思います。おお、うん、考案したのリノス式ですね。私が考案したんで血行促進効果もあるのと、はい、頭皮の毛穴の洗浄とか余分な皮脂とかも一緒に落としてくれるので、うん、はい。気泡が混ざるよくあるじゃないですか。で、節水にもなるし、お湯だけでも汚れが落ちるようになるみたいなことを言う、はい、シャワーヘッド、はいはい、あれってどうなんですか、その頭とかに。あ、いや、いいと思います。私はでも一番はやっぱ水だと思います。泉質が良くなれば。あー、なるほど。まだ絶対綺麗になると思いますね。そっかそっか。だからフィルターがついてるやつとか。あ、はいはいはい、ついてるやつは結構いいと思いますけどね。あー、なるほど。めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。わいいっすね。今日ちょっと特別なシャンプーを使ってます。わお、頭皮の常在菌、菌のコントロールバランスを良くしてくれるシャンプーなんですね。え、そんなあるんですね。そうなんですよ。だから炎症とか、そういう頭皮の、ま、荒れやすい方とか、肌の弱い方とか、そういう方にもおすすめなんですけれど。わあ、気持ちよさそう小セイラさん、この指使いは、はい、学んだんですか、この細かくそのどうするとか動かすとか。結構こう器用にこうするじゃないですか。で、気持ちいいじゃないですか、受けててヘッドスパの方のって。そうですね、セミナーとかにも行っていろいろ勉強して、そこからかいつまんでオリジナルを作ったという感じですね。なるほど。じゃあ基本の方、例えば水の方とか木の方みたいなのがあってでそこから派生して。なるほど。じゃあ 私はこれとこれで虫の方みたいな、そういうことですね。決めたやろね。なるほどね、はい、そういうことですね。結局やっぱ自分がやりやすいように全部体に馴染んでくるじゃないですか、技術。なるほどなるほど、はい、そういうのだと思います。うわー、今の説明分かりやすいわ、うん、いや、桃子さんに同じこと聞いたんですよ、さっき、はいはい、そしたら、センスですかねって言われましたまあ、穴勝ち間違えたんですね今ので納得しました。あ、そういうことかというのが今分かりました。そうですね、結局は自分の型になるんで。なるほど、なるほど。うちも技術を教えるときには、その子の一番のやっぱりこう、やりやすい、あのベーシックを教えても型にはまらずに自分のしたいようにするっていうのがベースであるので。なるほどなるほど、はい、東京とかにも生徒さんがいるんで、技術を教えてる生徒とかにも結構そういう感じで。なるほど。ちょっとお金に言ってきます側頭部が凝ってるんで、はい、結構疲労が溜まってますね。前頭部もコリコリですね。そうそう、こうなんか硬いでしょ。うん、ここは結構一番硬いですね。入ってない。中の泡が出てきただけ
え、それどこから出てるか。あいつの悪い声しか聞こえない。起こしやすいので気をつけた方がいいかもしれない。そうなんですね。そうです。結構関係ありますよ。マジか、うん、肝臓危ないね。そうです。ちょっと抜け毛が増えたりとか、全体的に細くなったなとか思われたんだったら、ちょっと本当多分生活習慣かな。ああ。じゃあ頭皮の問題じゃなくて臓器の問題というのは。臓器の問題。そうですね。知らなかったですね。本当そうかもしれない。いいこと聞いたね。いいこと聞きましたね。いや、めっちゃ気持ちいいよね、もう。これは、言いますよ、寝ないって人のが。いや、そう思うよ。ね、で、皆さん寝られますか。あいつのけたたましい笑い声で起きてしまった。でも、大体寝るでしょ、これ。寝られない方の方が珍しいから。あ、ですよね。ね、本当に。あー気持ちいい。使うあの薬剤の、はい、匂いも全部いいですね。そうですね。あ、そうね、全部いい匂い。基本的に結構植物系のオーガニック系とかがベースで作られてるものを使ってるので、自然の香りかもしれないですね。香料とかじゃなくて、自分がこれを口の中に入れたりして、お客さんに実際にしてあげて、これいいねってなったら、それは何ですか。おー、育毛活性ライトです。 LED の LED ライトですね。当てながら微液導入ですね。今日使っていくのは高純度の人間細胞の培養液ですね。おお、来た。人間細胞はいいですよ。出たそう。うちで取り扱ってるのはちょっと普通と違って、エクソソームって言われる情報伝達物質入ってるんですね。それは頭皮上で幹細胞もただ入れるだけだったらどこに吸収されるかわからないんですよ。幹細胞自体は体の必要な臓器とか内臓の方から先に吸収されてしまうので、血液に乗って他に運ばれてしまうのを、そのエクソソームと言われる物質が入っていることによって、その頭皮の効かせたいところにしっかり届くように作られているものになるので、ちょっと特殊なものですね。エクソソーム。そうですね。最近やっと話題になってきたもので。そうなんですか。今から注目されていく成分ですね。まだご存知ない。あ、化学屋さん知らない。そうですね。リボソームとリソソームならわかる。あ、それは多分浸透する技術の技法の。そうですね。はい。ものになるので。結構まだ出始めで、ご存じない方の方が多いかもしれないですね。すみません、ちょっとマイナーなとこまで行っちゃいましたけど。はい、あれでしょ、カットされてるか、僕以外ポカンとなってるか。そうですね、多分今のはちょっとマイナーすぎて、多分あれかもしれない。逆に王子いたら多分楽しかったと思うけど。っていうのが、森が医療担当なんで、そっかそっか、そこから情報を仕入れて、はい、で、ここに落とし込める感じなんで。なるほど。はい、赤色の LED ライトですね。単純に赤い光を当ててるだけですか。あ、単純に赤い光じゃなくて、640nmっていう狭い領域下の発生出る LED ライトなんですね。ああ、なるほど。その発する狭い領域下じゃないと、頭皮の毛母細胞まで届かないんですよ。なるほどなるほど。はい、これを当てることによってコラーゲンの生成を流していく感じですね。あ、赤外線の波長がいるってことですね。そうです、波長が大事なんです。なるほど、はい、ここから電気が走ってるんですけど、はい、毛穴って基本的にバリアゾーンっていうのがあるので、はい、ただ表面についただけじゃ何も浸透していかないんですよね。で、その電気の力でその毛穴のバリアゾーンをぐいっと無理やりこう開かせるようなイメージで、中にしっかりこの栄養分を導入しているっていう感じです。なるほど、奥まで入れてるんですね、これ。そうです。へぇー、ぐぐっと奥まで。うわ、口が動いた。嬉しいよって言った。
嬉しいよ、ありがとう。聞けば聞くほど全部がすごいですね。一つ一つこだわりがあって。そうですね、もうこだわり抜いたものしか入れてないですね。そこに関してはやっぱり確実に徹底して効果のあるもので厳選させていただいてるので。カツオタどうちそろそろ起こしていきますね。そうそう、もう起きました。聞こえたら大丈夫。お疲れ様です。ありがとうございました。めちゃくちゃ気持ちよかった。お僕が言うから説得力あるかもしれないけど起きとこが無理よこれ。ちょっとよかったら少しこの辺とか触っていただいて、ちょっと腰感が出たの分かりますかね。いやめっちゃ分かりますよこれ。すごい髪の毛がこう僕ってペタって寝るんよね、はい、じゃなくてちゃんと起き上がったの髪が。おこれすごいっすね。最初の粉みたいなやつを溶かしたやつが、うん、腰感とか張り感も回数を重ねれば重ねるほどどんどん吸着して出てくるので、まあ、1回でも結構出ますよね。なるほど、はい、すごい艶がすごいですね。いや本当ですね、艶と腰が分かるでしょこれ。ボリューム感が全然違いますね。艶は全然違いますね。ねえ、うん、触ってんじゃん、分かるこれ。あ、なんか弾力がすごい。弾力がすごいですね。これ最初ですね。最初ですね、うん、今なんで、ね、だいぶ透明度が出てるんで。そうですね、赤みが減ったっすね。本来は毛穴ですね。タイでどれだけ取れてるかっていうのは私も心配です。だいぶ減ったっすね。はい、表面のは取れてますね。また奥の方に結構あるんで、うん、ちょっと根強いんで、ちょっと週1ぐらいで通ってほしいぐらいですね。シャンプー変えた方がいいですよね。これシャンプーってやっぱどうなんですか、的なのってあんまり良くないですか。一言で悪いっていうのは言えないですよ。なんでかって言ったら使用する人側のあれなんで、うん、ただ私たちはやっぱ成分をベースに見ていくので、はい、で成分でただ発毛育毛効果あるかっていうとないです。ああ、なるほど。はい、もうそれだけは言えます。はい、で発毛育毛効果あるものってなると限られるかなっていうのがありますんで、うん、どこをベースで探されるかですね、うん、ただ単純に頭皮のクレンジがしたいだけだったら、もう最高だと思います。あ、なるほど。そうです、でも頭皮のクレンジングにいいってこうなってたんだったら、もう結構一緒だと思います。そうですね。まあ、洗い方にもよるんですけどね。洗い方も、はい、あるんですけど、はい、でも結構やっぱ頑固なのかもしれないですね。まあでもだいぶ、頭洗ったやつみたいなと思う。いやいやいや、めちゃめちゃ洗ったんだよ。いや、洗っとるやん。ありがとうございます。松尾太道中期。寝とった。やっぱりここに来ると寝るんですね。無理よ、寝らん方が無理や。だってほとんどどこの整体とか行ってもさすがにやっぱり施術してる中で施術中ほとんど寝ることないんですよ、はい、時々寝落ちすることあっても、はい、でもここ来たらまず寝るでしょ。ありがとうございます。やっぱねこの前もそうです。すごいよね、本当嬉しい限りです。絶対寝るでしょうね。寝ていただく方がこっちもやっぱ生理の効果が高まるので。そうかそうか、なるほど、はい、だって普通はね、チョコリね、はい、こいつの笑い声なんか聞こえんわけ。そうですね。あれさえなければ、うん、あれさえなければもう全部寝とったんだ。俺のせいじゃないもん。お前がけたたましい笑い声をするから。おもんがさんがひどいよ。はつおたどうちおいくらですか。今日させていただいたのは発毛コースなので、はい、70分で 19,800 円になります、うん、一応ここから 20% 引きですね。おう、あ、20% 引き、初めてのお客様。なるほどなるほど、はい、はい、しんきさん 20% 引き。 20% って大きいですね。うん、させていただきます。 20% はでかいです、はい、ありがとうございます。はい、いえいえいえ、ぜひ頭皮のお悩みの方は。いや、本当ですよ、一度ちょっとね、MK カル近いからね。うん、う歩いて 1,2 分のところにある。そうですね、ボキッとした後にこっちに来て、うん、ジャッと流してもらったら、うん、最高ですよね。最高です、うん、いいと思います、はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、で、YouTube チャンネルもされてますもんね。はい、はい、そうですね、説明欄に全部貼っておきますので、はい、見てください、はい、ぜひ見てください。はい、お願いいたします。チャンネル登録お願いします。お願いします。さよなら。喉が渇いてるんじゃない、水持ってきますよ。ああ、ありがとう。情報ないですよね。いやいやいや、そんな、これね、ちょっと待って、横から行くんで、横から行くんで、ちょっと、いや、マジ、うん、ちょろっとね、喉を閉めとってよ、うん。すごいゴキゴキ。器用な人やな。あ、僕口開けたまま飲めるんですよ。